毎月第2週第4週のこの時間は小島敏文のフロンティアトークです。今日もお電話がつながっています。衆議院議員小島敏文さんです。小島さん、よろしくお願いします。どうぞこんにちは、よろしくお願いいたします。さて、5月になりまして、時代も平成から令和へということになりましたけども、はい、今日はまあテーマはね、令和の日本どうなるというところでお話を伺おうとか思うんですが、はい、まず小島さんはその5月1日なんですけど、はい、平成から令和に変わる時っていうのは何をしてたんですか？はい、ですね、今度連休明けたらですね、はい、国会で質問しますんで、はい、ちょっと資料整理してました。あ、そうですか。じゃあこう仕事をしながら時代が移っていったというところなんですよね。はい、はい、そうです、はい、まずその5月1日令和を迎えられた時っていうのは小島さんどんなお気持ちでしたか？あの平成天皇ですね、陛下ご夫妻ですね、本当にあのおっしゃったようにですね、戦争のない平和の時代とおっしゃったけども、本当に長年お疲れ様でしたというふうにまず思いましたしですね、はい、これからの令和ぜひともですね、あの平和で安定的な世の中であってほしいということをですね、まず思ったわけです。そうですよね、はいはい、まずあのこの令和の日本どうなるということなんですけども、まあ、この後、まあ、あのいろんなね行事などもあったりということの中で、もちろん政治経済の方も当然こう動いていくということにはなるわけですよね。はいはい、そうですね。まああの政治についてはですね、もうあの以前も申し上げたようにですね、今年前半7月いっぱいまで8月ですね、あの8年までは、まあ、参議院選挙あったり、今までは、まあ、地方選挙もあってですね、今年の日本というのは非常に前半戦が早いということを、目まぐるしいということを申し上げたんですけども、もうすでにですね5月ですからね、早いなというふうに思ってます。こうしてますと本当もうすぐですね、今度参議院選挙に向かっていくわけで、本当にあの今年の前半戦は早いんだろうと、このように改めて思っております。うん、そのまあ選挙というところで言いますと、まあ、どうでしょう、こう自民党内でもですね、この参議院議員選挙に向けて気を引き締めていかなきゃいけないぞという、そういうムードっていうのもあるんですか？ありますね。やはりあの一つにはですね、やはり自民党の、まあ様々ですね、勇み足といいますかですね、まあ、失態もあったわけでですね、そういうことをしっかりと反省しと同時にですね、やはり自民党はですね、拙速というか傲慢じゃないかというふうな意見もありますからね、そこのところは謙虚にやはり国民の方々の意見を聞きながらですね、しっかり説明責任を果たしてやっていくという姿勢は今後とも必要だというふうに思ってますね。はい、そして、大型連休中にはですね、憲法記念日もありました。はいはい、そこでまたね、こう安倍総理もまたその憲法改正に向けてというところで、この気持ちは変わらないよというようなメッセージもありましたけども、はっきり言いましたね。これについてはどうですか？うん、まあそうでしょう。やっぱりですね、あの自衛隊員のね子供さんがですね、学校へ行ってね、やはり憲法を習うときに、その学校の先生がですね、自衛隊はですね違憲ですよと、憲法違反ですよと言われたんじゃですね、やはり自衛隊員を親に持つ子供っていうのは本当こうかわいそうな感じがしますよね。やはり自衛隊員っていうのは災害等ですね、昨年のですね、その豪雨災害等本当に一生懸命ですね、熊本とかですね、またあのいわゆる東日本大震災等ですね、本当にもう一生懸命やってくれてますよね。そんなことでもう国民はですね、自衛隊の存在っていう言葉、私はもう認識してると思うんですよね。うん、だから清掃の国にしちゃいかんと僕は思いますよね。なので、まあ、そういった清掃の国にならないために憲法にということなんですよね。そうそう、考え方としてはね。そうそうそう、もうね、うん、もうこれきちっとね、もう今さら日本はですね、その海外へですね出て行ってですよ、領土を取ろうなんて思ってないんだから、みんなやはりそういうその国際援助に行くわけですから、まあ、そこのところをですね、冷静に考えて、まあ、しっかりとですね、位置づけをすべきじゃないかなと僕は思ってますけどね。ただどうでしょう、まあ、そんな中でもやはりその憲法改正に向けてはもちろん反対の意見もあるということは、やはりどうでしょうか、このしっかりしたこう相互理解というか話というかですね、そのあたりも必要なのかなというふうに思ったりはするんですが。そうそうそう、はい、そう思いますね。まあ、今の、ね、世界情勢ますとね、北朝鮮がミサイル撃ったでしょ、もう日本の周りっていうのは危険がいっぱいですし、はっきりも言ってですね、だからその冒頭申し上げたようにですね、この30年間は平和であったけども、
今後のですね、令和時代が決してですね、平和かどうかわからないわけですよ。それについてはもう政府も国民もみんなしてですね、しっかりとしたですね、姿勢でですね、日本が戦争に巻き込まれないようにですね、やはり外交と努力する必要があると、しっかりとですね、そういう認識をする必要があると私は思ってますよね、はい。さあ、そして今お話がありました、その北朝鮮がまたね、再びこうミサイルをというような話もありますけども、そういったニュースがね、あの大型連休中に入ってきましたけども、そういった意味ではどうでしょう、その外交という面でいうと令和の時代っていうのはどうでしょうかね。まあ、やっぱりですね、安倍総理がね、やっぱりしっかりとした外交を、地球儀を俯瞰する外交ということでですね、世界中飛び回ってね、やっぱりそのフットワークよくやってらっしゃるということは、やはり日本の平和にですね、大きく貢献していると思ってますね、はい。ですから、まあそのあたりは、まあその平成の時代と同じように、まあいろんな外交もしていけばいいということですか。そうですね、はいはいはい。そして景気というところで言いますと、これどうでしょう、いいんでしょうか、それとも良くないんでしょうか。なんかこういろんなね、話が出て、どっちなんだろうという感じはするんですけど、はっきりと言いませんけどね、はい。まあ、いろんな、まあ、マスコミ等の記事とかそういうのも聞いてますとですね、見たり聞いたりしますとですね、確かに日中のああいう貿易聞きますですね、これがまあじわじわと日本のサプライチェーンに影響してくるんだろうとは思うんですが、ただまあ急激なですね、落ち込みはないんだろうと私は思ってますけどね、はい。でこちらもまあもちろんいろんなこうね、経済の刺激というものも加えながら、なんとかこういいままでというところを保っていきたいということなんですね。そうそう、非常にですね、日本の場合あれでしょう、ずっとここを株価にしましてもね、要するに円にしてもですね、その割には意外と安定してますよね、今のところ。今まではね、ドーンと上がったら下がったことないでしょう。大体2万数千台をずっと維持してるし、110円台を維持してるし、もうそこは立派だなと私は思ってるんですけどね。まあ、そういった意味ではどうでしょう、小島さんのお考え的に、まあ、政府与党であったり自民党というものはこの令和の時代どんなことしていかなきゃいけないのかというふうに今お考えですか。そうですね、やっぱり今へどうですね、しっかりとした外交をですね、じっくりしてですね、主張すると主張してですね、と今度6月に G20 がありますけど、日本でですね、初めてあるんですけども、はい、やはりですね、世界のですよ、GDP のですね、8割を占める国と地域の代表が集まってくるわけですから、だからそこらがですね、やはりポイントになってくると思うんですね、うん。安倍総理を中心にして、やはり世界的に経済は自由権貿易でやっていきましょうってことはですね、やはり必要なんだろうと思ってますけどね、私は。小島さんご自身としてはどうでしょう、この令和のスタート、令和元年っていうのはこうどんな年にしていきたい、そして令和というのはどんな時代にしていきたいというふうな思いがありますか。いや、それはですね、これからね、参議院選挙もあるでしょう。から10月にですね、そのリーマンショック級の経済危機がない限り、はい、消費税を上げるって言ってますよね、はい。まだね、そのあたり言ってますので、さあ、はい、そこらがあるから、うん、さあどうだろう、よっぽど音がない限りですね、消費税は上がるんだろうと思うんですけども、今ですね、我々はですね、国会において消費税を上げた場合に国民の方々が急激な、いわゆるその買い控えとか起こらないようにですね、さまざまな手を打ってる、要するに2兆円以上ですね、以上のですね、実は税収で言えば、1%、 1% 上げるぐらいの金をですね、実は国民に還元しましょうと、2兆円以上ですよ。例えば住宅ローンとか、車のですね、特税のナスとか、そういうとかですね、いわゆるプレミアムのですね、商品券とか、それから今度はカードで物を買えば、その、10% が 8% とかですね、さまざまなですね、急いでその物を買って、買い控えしなくてもいいように手を打ってるということをですね、しっかりと説明したいと思ってますね。となると、やはりこの令和スタートというのは、まあ、小島さんにとってはこう気を引き締めてよりね、いかなきゃいけない、 そんな1年ということになりそうですか。そうですよ、やっぱり、ね、四方八方ですね、16方見ながらですね、やっていかないとですね、手を打っていかないと
あんかんとはすみませんよ ね, ねえですか。そういった、まあはい、選挙であったり消費税増税というところもありますけど、まだまだでも本当にね直近の課題もあったり、さらに長めで見ていかなきゃいけない課題もあったりということで、はい、そうねえ、はい、大変な部分もたくさんあるでしょうけども、ただね、うん、これからこのね令和時代というのは、はい、第4次産業革命がですね本格的になってきますから、はい、これは世界変わりますよ。あ、そうですか。この辺り、まあ、夢の持てるようなそんなね時代になればいいですね。そうですねなると思いますね。はい、わかりました。今日はですね令和の日本どうなるというところでお話をしていただきました。衆議院議員の小島敏文さんでした。小島さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。